みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナブ、はい、今回もスペシャルゲスト松村邦弘さんに来ています。はい、よろしくお願いします。嬉しいですね。ありがたいですね。ありがたいです、本当に。今回はですね、あの前回に引き続きコラボさせていただいてるんですけれども、みほとけにおすすめの大河ドラマ、私はもう大河ドラマ、歴史もちろん興味ありますし、お寺仏像大好きだけど、大河ドラマはあんまり見てきてないんですよ、ね。ああ、そうですか。はい、でも今ね、鎌倉殿の13人やってるじゃないですか、はい、で鎌倉ご出身でしょ、はい、やっぱふるさとだしホームじゃないですか、はい、他のとかみんなビジターでありアウェーでしょ。そうです ね、はい、やっぱ鎌倉というホームを、はい、ね、みほとけのオールナイトニッポン鎌倉をキーステーションに全国36局ネットでお送りしますみたいなもんでしょ。伝説のオールナイトニッポンやりたいですね。この番組は鶴岡八幡君の提供でお送りしますみたいな、ね、あれ、ゲイのたけしさんの、ね、やるみたいな。もうそうそう、みほとけのオールナイトニッポン、あのこの番組は墓がバーチャルで見える義時の墓の提供でお送りしますの VR のね、 VR で見れますよみたいな。三浦の吉村の墓、あれ本物かどうか分かりませんけどみたいな、怪しいな松村みたいな、それでやればいいんだラジオで。義時のオールナイト日本みたいな、なんでお馬鹿野郎、頼朝の墓の隣に島津とお前毛利の墓があんだ馬鹿野郎みたいな。島津がお前ちゃんと頼朝の墓をきれいに掃除してあげたんだよお前、鹿児島の方から、ね、偉いよお前、あの人は島津は立派だなみたいなね、そういうのを言いながらね、私にはなかなかやっちゃえばいいじゃないですか。この周りには霧同士の提供でお送りします7つの霧同士で、はい、配信にも選手が名前がいましたみたいな、ね、でメールがこう入ってね、マサコの方から、はい、深夜に何をやっているんですか、書いてくださいとか、マサコからメールが来るんです。マサコごめんねみたいなもう浮気はしません。源の頼朝のオールナイト日本この度は本当にあの、はい、あの浮気してしまいまして、亀の前と浮気しまして、どうもすみませんでした。謝罪、今夜は謝罪の放送となっております。すみませんでした、はい、あの一部不適切な発言がございまして、亀の前に対して亀の前にも、はい、マザコにも本当に、はい、なすみませんでした。昔峰雄太さんがお詫びのあれやったって大変だった。いろんなオマージュがすごいですよ。みどりさんじゃないんだ、みどりさんじゃないんだ、みどりさんじゃないんだ、ね、はい、ミーがやさささんじゃないんだから、大丈夫ですか。スキャン、現実のスキャンダルともう吉時が肖像さんになっちゃうからですよ。家族構成上もうぐるんぐるん、もうぐちゃぐちゃ、かよこさんが時政さんみたいになっちゃうんです、ね、私もだいぶついていけてないんですけど、いや、そういう大河ドラマを、はい、これほど今一番やっぱり自分の中ではもうかなり熱が入ってまして、うんうん、もうこれからもっといろいろ見ていこうかなっていう気持ちになってます。やっぱりね、はい、鎌倉ホームなんですから、同じ時代を描いているっていう部分では1979年に放送された草燃える、これを見ると、まあ、三谷幸喜さんはやっぱ草燃えるの1話から全話見て、これと違うことをしなきゃいけないっていうんで、こことここをつなげて面白おかしくできないかなっていうのを考えて鎌倉殿の13人やってる。時代設定一緒ですから。そうですね、全く一緒ですよね。北条政子と義時が違うだけ、はい、同じ時代生きてますもんね、まさに。これ足立の一族より、あの足立の一族の影森の妻の優に手を出した頼家の会なんかは、もう足立邸に比企のとかみんなが行ってるからね、三浦とか全部ひっくるめて行って、そしたら政子が来て、私に矢を放ちなさい、足立に指一本触れさせませんって言ったら、みんな弓を引いちゃった、戻しちゃった。私に言いなさい、そんなこと言うんだったら頼家連れてきなさいって言ったらね、ほら、まさこの剣幕すごいよ。すごい。それは私が今、松村さんにやられそうになりました、ね。それは鎌倉殿の13人もいいけど、はい、草燃えるの、あの迫力を見て、こっち見て、あ、こんな風に違うんだ。あ、全然違いますね。真田太平記見て、真田丸を見ると、はい、何が残るかって言ったら、真田太平記が真田丸になるってことは、見た目スパイスの量が分かるわけです。その流れで草燃えを見たときに、三谷スパイスの量がこの量だったら、じゃあ鎌倉殿の13人はこうなるんだ、うん、要はね、三谷スパイスは変わらないんで。なるほど、じゃあ同じこう、同じというか元のものがあって、三谷スパイスでこう変わっていくっていう、どうなっていくかって、そこの楽しみ方ありますね、うんうんうん、草燃えるってね、草燃える、もうね、やっぱり本当に鎌倉が草で燃えてるみたいなね。はい、草笛光子さんが燃えてるわけじゃないんですよ、ね、草笛光子さん引きの雨だから、草笛燃えるって、草笛さんがそこが怒った時燃えるから、ガーッと燃えるから、いやー、あんたたち不動明王みたいに草笛さんが怒ったら怖いですからね、はい、すごいですね。草燃えるのタイトルは何かこの由来があるというか、タイガってね、燃えるとかの好きなんですよね。
で79年ってやっぱり、燃えていくわけですよ。あの伊豆の日向小島に流された頼朝をこれ石坂浩二さん、はい、政子、岩下志麻さんがやってまして、はい、松平健さん、平野清盛やってたのが、あの人がやっぱりあの北条義時、純粋な義時と架空の人物に、あの伊藤の一族の中に架空の人物、伊藤の助行っていうのをもういない人物を出しちゃうわけですよ。で伊藤の助行と義時がお友達なんですよ。でもう柄の悪い伊藤の助行と好青年の北条義時、だんだん月日が経つごとにあの伊藤の助行はいい人になっていく、はい、義時は出世するために悪い人間になっていく、この入れ替わりが面白いんですよ。へ、出世して出世した人間がだんだん性格が悪くなった、太閤秀吉とかも大体そうじゃないですか。どんどんもう腹黒くなっていって、なっていく、偉くなると人間で天狗になりますよ、あんないい人だって、売れっ子タレントさんだって天狗になりますよ。そりゃそうですよ。それが変わらないんですよ。はい、そうか、そこの人間の面白さっていうのがあるんですね。これ出川さんみたいにずっと変わらない人はいますよ。あまちゃんなに、まちゃんなにって言ったら本当にあの声でかい声だけ残って、はい、あの優しさはそのままの人、天狗にならなくて、これが大事です。忙しい人間であって性格がいいって、忙しいっていう打数と、はい、人間の良さというヒット、はい、この割合が一番いい人があのいいタレントさんなんです。へー、だから北条義時どんどん悪くなってきます。地味猛烈的に、このね現実的な大河がまた面白い。そこをこういい人時代から悪いところまで全部こう演じられる役者さんもすごいなって今思いました。政子が主役なんだけど、実際中村丈伯さんの脚本は義時をメインにしてるような、はい、今回の鎌倉殿の13人は小栗旬さんの義時をメインにしてるようで、後半から山本浩二さんのスパイクで、実は山本浩二さんが最後持っていくようなぐらいで、スピンオフで山本浩二さんを見せるような、その後の三浦ですってお正月に一本やるんじゃないですか。函館五稜郭の土方歳三みたいな感じで山本浩二さんで一本見たい、一本いっとくみたいな、一本いっとこうって、浩二一本いっとくみたいな、浩二一本で見たいな、こうその後の三浦が、月曜日の9時もいいけれど、月曜日の9時も小池栄子さんとね、やすときやってる、俳優さんとかさ、はいはいはい、山本浩二さんやって、フジテレビの月曜日の9時、最近よく見ると、ね、よく見ると大体大河ドラマのキャスティングが多いですよ。大泉洋さんがいたり ね多いですよね。なんかちょっとね、こうやっぱヒットしてる方にこうね、うん、っていくっていうのは大事なことなんですけどね。でも草燃えるはとにかく面白い。それは見ます。草燃えるを見て鎌倉殿の13人見ると本当違いが分かって面白い。確認します、ええ、義時が主人公に実はなって言ってる草燃えると、うん、実はこう三浦なのか他の方がどんどん主人公になっていく、ね、あと滝田栄さんの徳川家康、徳川家康ちょっとこれ一本見とくと、はい、来年の大河が松潤が主役の徳川家康、始まります、ね、どうする徳川家康みたいな、どうする家康、どうするってタクシー乗ってる時どうするってコマーシャル竹野内豊さんがあるけど、あのどうする家康やけど、家康の人生を約1年間描いてる滝田栄さんのドラマは、これは面白いですよ。すごいですね、鎌倉幕府の話で今やってるじゃないですか、はい、ちょうど幕府が始まるまでがこう前半戦の時期、うん、1年でいうと上半期で、下半期は鎌倉幕府開かれて以降っていうような描かれ方だなというふうに思ってるんですけど、この家康はどうなんですか、その幕府、江戸幕府が始まる前と後、どっちにこうウエイトがあるんですか。家康はやっぱりね、やっぱりこう子供時代に苦労してるんですよね、はい、今川の人質になったり、あの織田の人質になったり、実のお母さんとはもうすぐ生まれてすぐ会えなくなったり、こんな苦労してる人、また自分の息子の信康は殺される、妻の築山殿は殺される、もう我慢我慢の人生なんですよ。で我慢とか理不尽のポイントカードが一番たまった人が最後天下取るんですよ。人によくして、人によくして、あの人を悪く言わないで我慢をしてる人が天下取る。まあ浅井企画で言うとね、関根勤さん、まさにそうだと今思って聞いても聞きながら思ってました。もうあの、はい、もうダウンタウンさん
ちゃん、なんちゃんさんもその、うん、古くはタモリさんとかたけしさんとかいろんな方々がいるけど、うん、関根さんはずっと高さより長さのようにこだわってくるけど、最後の最後にこう笑うのは、はい、関根さんのような部分っていうのは徳川家康を見ると。家康のように僕はなるように思います。関ヶ原の戦いが終わってから家康は天下取れんじゃねえと思って気づくいていく、はあ、だからこそ江戸幕府で徳川一代っていうのがもうすごい、うん、強いので、やっぱりね15代続くって家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家重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 、家成、家定、家持ち、吉信、これね、やっぱり15代家が続くって、もう家康の家っていいじゃない、家がないから家なき子みたいなもんでね、はい、足立夢ちゃん家を大事で、家がついてない将軍は何かなって言ったら、あ、分家から来てるんだって、うん、あ、吉宗、ね、あ、和歌山の紀伊家から将軍家に来てんだと、ね、だから吉信、あ、水戸家から御三家っていう吉宗が新たに作った御三家から養子に入ってこう来てるんだ。この家康の流れってね、やっぱりすごくいいし、やっぱり、信長も秀吉も家康もみんな愛知県から出たんだよって、出ました、三英傑は愛知県から出たんだよっていうことをこうもう思い知らされるような。あと家康はたぬき親父のイメージがあったんです。今までフランキー酒井さんとか、そうですね、結構もう恰幅よくて、もう大大将って、みんな肖像画を見て恰幅のいい人を選ぶけど、かっこいい、身長180センチ以上の武田栄さんでいいんじゃない、そっくり大将いらないんじゃないって家康のイメージを変えたのは武田栄さんの徳川家康。へえ、これ面白い。役所広司さんの、まあ、事実上のデビュー、へー、あのいい役のデビュー、無名塾の俳優さん、本当に無名だった役所広司さんが織田信長で脚光を浴びるんですよ。センセーショナルな。大竹しのぶさんが家康のお母さんのお代って役で、おい、俺に何をくれるんじゃって、した大竹しのぶさんが、母の愛です、おい、くれ、その母の愛ってやらくれ、俺にくれっていう迫力のある声。はあ、舞台俳優役所広司さんがやっぱり最初に注目されたのはこの徳川家康の中の織田信長や。はあ、今も役所広司さんっていうのも見えてきましたよ。もうあれから六甲の水のコマーシャルが入るわね。あの宮本武蔵の仕事があり、その後の時もシャルウィーダンスから。もう役者、役所広司さんのこのスパークした最初のお芝居はこの徳川家康の織田信長。これ見るといいぞ。加賀武さんの石田三成もいいですしね。まあ面白いよ。抑えなきゃいけないですね、やっぱりこのどうやって天下を取るまでになったかっていうのの人物像っていうものは、その役者さんと脚本によってはイメージだいぶ変わります。で、幼い三重子さん、金八先生になった幼いさんが脚本なんで、武田鉄矢さんが秀吉で出てます。だから金八先生の人みんな出すのかなと思ったら武田鉄矢さんだけです。これで代表して、あれ、あのカンカン、あ、森田浩一さんとか、森田さんとか出るのかな、あれ、早崎文治さんとか出るのかな、あれ、赤木春さんは、あれ、出ないなって、出なかったけど、やっぱりね、そういう風なキャスティングが、すごい。デデン、チク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 、力強さがもう長年大河見てると湧き出てくるんですよ。
いや男の声来た瞬間に来た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 、いいですねいいですね、気持ちに、ちょっとオープニングを見逃せませんね、見逃さない、今までに一遍全部見たような気持ちです。その徳川家康が一番尊敬してるっていうのは、幕府ってものを作ってくれたの源頼朝。そうなんですよね。そう、そう、源頼朝なしには武家の世っていうのが始まるんですよ。頼朝が作ってくれたから、それを足利尊氏が幕府やる、うん、で家康は、うん、やっぱり幕府持ちですよね、うん、よく織田がつき羽柴がこれ支天下持ち座り島に食らう家康って、まあ、信長秀吉の後継者の家康っていうんだけど、頼朝幕府、頼朝が作った幕府、尊氏が作った幕府の最後の幕府の総仕上げをやってくれたのが徳川。そうです。ね、頼朝ダメだったのは源氏が3代で滅んで、あと北条氏というまあなんか何ヘッドコーチが監督になってまあまあ15代で続いちゃダメなんです。はい、足利はダメ、京都に作っちゃうとやっぱり官僚みたいになっちゃうんです。そうですね、やっぱり京都の雰囲気というものを引きずりますからね。なっちゃう、うん。やっぱり京都と距離を置いて江戸で家は15代、はい、政権は作る老中とか大老はいたの、やっぱりちゃんとこう。祭りごとの徳川家、はい、家を大事にしてるって、もう頼朝ができなかったことを全部やっちゃったっていうのはすごいですよ。やっぱ家族をこう大事にして家がつながるっていうのが大事なんだなって思いますね。そうなんですよね。源氏は仲悪かったですからね。源氏はね、兄弟が仲が悪い、親子が仲が悪い、もうほんと、まあ、家具屋さんの親子の関係とかあったりね、ガムの会社の方のご兄弟とかもあるけど、はい、何の会社もね、やっぱ兄弟親子ってね仲良くなきゃいけないんですよ。本当ですね。家康はやっぱりね、ちゃんとこう仲がいいっていうことがね、僕は本当ね大事ですね。あとね、鎌倉時代を勉強しようと思ったら、草燃えるを見て、時宗を見て、太平記を見ると、幕府ができてどうなっていって、それで最後幕府どうやって滅びたかが分かります。で、順番的に、草燃える、時宗、ね、太平記見ると鎌倉が大体流れ分かります。はい、分かります。だってご出身鎌倉なんだから。はい。やっぱこの大河ドラマで知るドラマ歴史の面白さっていうのを今年ひしひしと感じていますので、はいはい、ちょっとこれ全部さらった後に徳川家康を見るという。見る。で、まあ、鎌倉が壇ノ浦の合戦で、はい、平家が滅びる。で、武士の世が幕府の世が始まる。で、幕府の世が終わるのも何かって言ったら、壇ノ浦があった下関で高杉晋作が挙兵して江戸幕府が終わる。下関に始まって下関で終わるっていうのが、これ実は幕府政治なんだよっていうのもちょっとこう頭入れとくと面白いかもしれませんね。面白い。もう今すぐ見たい気持ちです。はい、ありがとうございます、はい、こんなにたくさんの話を、はい、ちょっと全部さらいながら日本の歴史をもっともっと楽しんでいきたいと思います。はい、はい、で松村さんのチャンネルの方でも歴史の話、はい、そしていろいろ面白いためにならないチャンネルもいろんなことをいただいていますので、はい、ぜひご覧ください。お願いします。はい、それから松村さんのラジオ奥に自慢とか、とかパオーンとかですね、とか、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よかったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ゲスト松村邦洋さんをお迎えしました。ありがとうございました。